あります枠成3対3です。優勝戦スタートしました。1コースから4コースまで並んでいます。さあここは激しい競り合いになって内の4艇固まった。まずは1号艇の関が逃げる。2コース2号艇の中の差し、中をつく3号艇前田上がってきた。前田と関の優勝争いか。内からは4号艇の新海で差を詰めてきました。さらには5号艇の上田、後方は2号艇の中、6号艇100タグ、バックストレッチの中間艇3号艇前田、前田が先頭に立っています。1号艇の関外へ構えて、つけまいで逆襲、受け止めた。3号艇の前田がトップに立って、ホームストレッチ入ってきた。前田が先頭に立っています。レースはこれから2周目、リードは2停止、前田先頭です。スタートは正常でした。3号艇前田敦也がトップに立って2周目に入っていきました。1号艇関を抑えています。差は2停止です。関が第1ターンマーク、ターンマークいっぱいを指していきまして見せ場。しかし3号艇の前田ここでも抑えまして、3番1番差の方が4停止と広がりました。後ろ3番手争いは激戦となっています。内が5号艇の上田、さらに外は4号艇の新海です。後方では2号艇の中、6号艇100竹、2マーク旋回直線コース。さああと1周ファイナルラップに向かう3号艇の前田、リードは3停止で最終周回トップで入っていきます。2番手が1号艇の関で3番1番、後ろ3番手争いは接戦。内が4号艇の新海、外は5号艇上田で並んでいます。第1ターンマーク3号艇の前田がトップだ。1号艇関は届かず、2番手でバックストレッチへ出ました。2連単の3位置 15.4 倍を示しています。3番手争いからは4号艇の新海が出て、3連単3位置4は 47.4 倍です。前田、この桐生はデビュー初勝利でした。そのレースコースで見事にデビュー初優勝ということになりそうです。2番手は1号艇地元期待でした関ですが、2着準優勝となるか。314先頭3号艇前田優勝ゴリ、2着が1号艇関、3着4号艇新海です。後ろ2人はほとんど同時、外5号艇上田、内は6号艇百武、後方2号艇の中の順でした。